はいどうも、そばくまです。よろしくお願いします。で今回なんですけども、今回はご自宅でできる美容師さんがおすすめする仕上がりが髪のご自分の髪の毛の仕上がりがより極上になる正しいシャンプートリートメントの仕方を紹介したいなと思います。シャンプーとかトリートメントの仕方もそれも頭皮とか髪の毛の悩みに合ったシャンプーの仕方とかトリートメントの付け方をすることによってよりその商品との相性がマッチングしてくるのにより相乗効果がより得られますので悩みに合ったシャンプーの仕方、髪の毛の悩みに合ったシャンプーの仕方、トリートメントの仕方をぜひここでちょっと紹介しますので、ちょっと参考にしてご自宅でやっていただけると嬉しいなと思います。で一番最初にシャンプー仕方なんですけども、シャンプーするときって一番最初になんかブラッシングをしてくださいとかよく言われると思うんですよ。で工程的には一番最初にシャンプーをする前にブラッシングという工程をしていただいて、その後に予洗いって言って普通にこうお湯でしっかり濡らしていただいてシャンプーをしてもらって、でそのシャンプーを流してもらってトリートメントをつけてトリートメントを流すという工程でシャンプートリートメントを行っていくんですけども、ちょっとこれちょっと濡らしちゃったんですけども、ブラッシングしてもらいたいんですけども、一番最初に。それは、どんな髪の毛の悩みを抱えている方も、ブラッシングは絶対してあげてください。で、ブラッシングは、こういうやつとか、こんなやつでも全然 OK ですし、ロールブラシとかでも全然 OK なんで、ぜひやってあげてください。で、ブラッシング、なんでするのということなんですけども、ブラッシングをする理由としては、髪の毛のほつれとかもつれを一番最初に取っとくという、要は引っかかったりとかもつれてるとかいう状態でシャンプーをしても結局どんどん髪の毛がもつれて引っかかっちゃって絡まっちゃうということになっちゃうんで、その引っかかりとか絡まりを一番最初に乾いている時にブラッシングで取り除いてあげるっていう工程が結構大事な工程の一つと、あともう二つあるんですけども、もう一個はしっかりブラッシングを地肌から毛先までをすることによって地肌についてる角質とか余分な角質とか油分とか髪の毛についてる余計な油分とかホコリをこう浮き上がらせてくれる効果があるんですよ。で浮き上がらせてくれることによって一番最初にお湯で流すときに汚れが結構こう 70% ぐらい落ちてくれるっていうのがあるので、ブラッシングをしとくとシャンプーの泡立ちが良くなるんですよ。で、シャンプーの泡立ちが良くなるんで、ブラッシングを一番最初にしてもらいたいなっていうのと、あと最後にもう一つは、ブラッシングを地肌からすることによって、地肌のマッサージみたいな効果があるんですよ。で、頭皮をちょっとこう刺激してあげることによって、ちょっとこう、前の動画でもちょっと上げたんですけども、ちょっとこう血流の流れが良くなるんで、そうすると地肌が結構健康になってトップのボリュームが出やすくなったりとか健康な毛が生えてきやすいという状態にしてくれるので、その3つのいいことがあるので一番最初にブラッシングはしてあげてください。シャンプーしていくんですけども、で一番最初に髪の毛が絡まりやすいという方、
絡まりやすいという方は特にブラッシングが非常に大事になってきます。でブラッシングをまずしっかりしてあげますね。してあげて、で普通にお湯で予洗いしてもらっていいんですけども、予洗いするときにしっかりこの地肌にお湯がしっかり通ってるっていうのを、地肌がしっかり濡れてるっていうのと髪の毛が全体的に濡れてるという状態にまずしてあげてください。でお湯の温度が結構大事なんですけども、髪の毛が絡まりやすい方は38度がおすすめですね。基本的には大体の方は38度のこのシャワーの温度で予洗いもすすぎも全部やってあげることをいいと思います。で髪の毛が絡まりやすいっていう人はどうしてもちょっとこう油分がちょっと少ない状態でちょっと乾燥してるというのもあるんで、そのお湯の温度が高ければ高いとこの油分が結構削られすぎちゃうみたいな感じになっちゃうので、できればちょっとぬるめるぐらいな感じの方が必要な油分も取っておいてくれるっていう感じになるので、絡まりやすい方は38度でやってください。基本的にはシャンプーなんですけども、シャンプーのプッシュ数は髪の毛が長い方はだいたい3プッシュ、ミディアムぐらいの方だとだいたい2プッシュ、短い方であれば1プッシュで OK だと思うんですけども、シャンプー見えないですねこれ。ちょっとシャンプー3プッシュぐらいをしっかりこうやったら結構しっかりこう手で泡立ててあげるんですよ。で泡立ててあげてからつけてあげるんですけども、これなんで泡立てた方がいいかって話なんですけども、シャンプー洗顔とかと一緒で洗顔も泡立ってる方が肌への刺激が少ないじゃないですか。でシャンプーも一緒で、シャンプーの泡もキメが細かくて泡が立ってる方が地肌頭皮とか髪の毛の刺激がすごい少ないんですよ。なのでなるべくしっかり泡立ててあげるといいんですけども、で引っかかる方ですね、引っかかる方のみは方だけが上から結構下から洗うっていう方結構多いんですけども、引っかかる方はそれやっちゃうとどんどんどん髪の毛がこんがらかってきちゃいやすくなっちゃうんで、上からこすってあげるのが結構大事で、上から下に向かってこするっていう。でこするときもしっかり髪の毛の表面をこするんじゃなくて、しっかり地肌をこするっていう、こんな感じですかね、地肌を。この表面だけだと、表面でしか洗ってないと、それも結構こう、指に絡まりついてきちゃって、どん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 髪の毛がどん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 絡まってきちゃうんで、しっかり地肌を通すような感じで、しっかり洗ってください。で、しっかり地肌を洗ってあげたら、そのまま泡を、毛先の方に持ってきてあげて、手ぐし通してあげて、あとはもう軽くこんな感じで舐めすっていう感じなんですかね、感じでやっていただけると結構このキューティクルがこう整ってくれるんで洗い上がりが非常に綺麗になります。普通にシャンプーの流しはシャンプーのぬるっとした感じが取れてれば OK だと思いますので、そこまでしっかり流してあげてください。トリートメントも基本的にはシャンプーと同じ量でいいと思います。でそれもしっかり手になじませてあげてから、主にこの毛先の方ですね、毛先の方にしっかりつけてあげるんですけども、絡まる方は上下で2
2つに割ってあげて、この内側から内側の中間から毛先にもしっかりつけてあげると非常にいいと思います。したら表面の中間から毛先にしっかりつけてあげるという感じでやってもらえると非常にいいと思います。で、最後につけたらシャンプーの時と同じなんですけども、この絡まる方は目元整えてほしいんですよね。ひらとひらで挟んであげて、それを中間から毛先までぐーっとこんな感じで引っ張りながらすることによって、絡まる方って基本枝毛の方が結構多くて、でその枝毛が原因で、それが結構こう一本一本の枝毛が引っかかっちゃうみたいな感じになっちゃって、それが原因で絡まりやすくなっちゃったりとか、静電気が起きやすくなって絡まりやすくなってしまいますので、その面をその出てきた枝毛をこの挟んでしまい込んであげながらトイレもしてあげるっていう感じでやってあげると、髪の毛絡まるという方、髪の毛絡まる方はさっきの洗い方で今のトリートメントの仕方を参考にしてあげるといいと思います。この動画ちょっと面白かったなと思ったりとか、朝の講演になったためになったなと思う方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。